韓国史上最大規模の金融投資詐欺事件をモチーフに展開するクライムアクション映画マスタースラッシュマスターが11月10日金曜日と星ネマズ新宿他にて全国公開される。出演はマグニフィセント・セブン他ハリウッド映画でも活躍する国際派俳優イ・ビョンホン。相手役には華麗なるリベンジのカン・ドンウォン。さらに二十歳などで人気のキム・ウビンと韓国三大スターが共演。監督は監視者たちのジョ・ミソクが務める。2004年頃日本で最初に起きた韓流ブーム。当時その絶大な人気からウェ・ヨンジュン、ポン・ビン、チャン・ドンゴン、そしてイ・ビョンホンは韓流四天王と呼ばれた。近年、新韓流四天王として、キム・ウビン、イ・ミンホ、キム・ツヒョン、イ・ジョンソクに注目が集まっている。11月10日公開マスタースラッシュマスターでは新旧四天王のイ・ビョンホンとキム・ウビンが共演。希代の詐欺師陳会長を裏切りキム刑事と共に追い詰めるクレバーでお調子者の天才ハッカーパク・ジャン軍を演じるキム・ウビンの新たな場面写真が公開となった。陳会長の右腕として投資詐欺を行うも心を改めキム刑事と共に陳会長を追い詰める側に回るジャン軍。ビジネスの場では絶対的な自信を持ちながらもお調子者の一面も持ち合わせる憎めないキャラクターだ。険しい表情や PC を前に自虐を巡らす姿、緊迫した雰囲気、相棒に見せる人懐っこい笑顔など、天才ハッカーパク・ジャン軍の二面性を、キム・ウビンは新韓流四天王の名にふさわしい見事な演技で表現している。今作でのキム・ウビンの魅力がスクリーンから溢れ出る9枚の場面写真となっている。